私は当初、このようなサムネを用意していた。動画タイトルはペナン島超魔教問題。ただいつの間にかこの動画は、大企業のパンドラの箱をつつくような事態になっていく。かもね。選手の保有権を持つ NPB 球団が当該選手との保有権を MLB に譲渡する形で MLB の球団に移籍することができるポスティングシステム。この制度を利用し、過去に、Heading for third is Terrence Long. The throw by Ichiro. Beautiful. Peggy got him. Holy smoke. A laser beam strike from Ichiro. The 2-2 and Shohei Ohtani. He has done it. Wow. Way back. 本気で言えば。そして定まらぬ標準藤浪晋太郎が、ポスティング移籍を果たした。国内で圧倒的な野球ゲームシェア率を誇るパワプロ、最新作の2022ペナントモードでもポスティングシステムは導入されており、一定の成績を収めた選手は、シーズンオフにポスティングを申請することも、ポスティングイコールメジャー移籍、アメリカ移籍と思う方もいるだろうが、パワプロペナント内でのポスティング設定は、アメリカリーグ含め旧リーグのうちのどこかのリーグへの移籍になっています。どのリーグに行ったなんて設定いるか?と思う方もいるでしょう。ではここで攻略本を召喚。ポスティングの書かれてるページはっと。わからない人は調べてみ。9つのリーグに分けられている違いの5つが移籍金。それぞれのリーグでもらえる額が異なり、注目してほしいのはアメリカとペナン島。上限20万は変わらないが、最低13万のアメリカに対し、ペナン島は最低18万である。続いて見てほしいのが帰国後のステータス上昇。これもリーグによってばらつきがあるが、やはりペナン島が群を抜いて恩恵を受けられます。以上のことから、ペナン島リーグの経済効果の高さ、野球レベルの高さはアメリカリーグをはるかに超えるものだと想像できるのではないだろうか。少なくとも本動画ではペナントリーグが一番のリーグだとして進めていきます。さて、そんな中パワプロを前作も合わせて計3000時間以上遊んでいる私はあることに気がついた。それがペナント超魔教問題。前作は海外に移籍した選手の成績が見れなかったが、今作から見れるようになったため、ペナント遊んでる人あるある、育てた、関わった選手の成績を見てニヤリとするかっここれで白飯3杯いけるを、していたところ、それは見つけてしまったのである。山本由伸平均防御率 4.73。 詳しく見てみると、まあ勝って入る、勝ち越しは多いし、ただ内情が伴っていない。6点台ってなんやねん。おい、貴様。誰だお前は?私はデータにうるさい野球ファンだ。そんなことよりもだ。なんでしょう?最初の3年間の数字おかしいだろ。打率5割、448打点。貴様何か記録改ざんとか変な設定でやっているな。ここをはっきりせんと検証動画として破綻するぞ。どういうことか説明しろ。私はこの年、ある仮説を検証するために相手チームをオール G にしていた。この成績はその仮説の検証の時の成績である。相手をオール G にしても海外の成績に影響は出ないと思うので、海外の成績データが検証データとして間違ってるとはならないのは、分かっていただきたい。確かに、
今調べてるのはペナントリーグがどれだけヤバいとこってことだ。相手をオール G にしても海外成績は関係ないは理解してやるが、じゃあそのある仮説の検証とは何だ？ある仮説は後で説明するとして、我々は一体いつからペナントリーグへ移籍したとさ錯覚していた？どういうことだ？ということで冒頭にも言っていた通り、今回の動画はペナントを超魔教問題ではなく、砕けろ強化水月ペナントリーグ内問題という動画なのだ。ペナントをずっとプレイしていて疑問に思っていたことがある。ボスキングした選手が軒並みボロボロの成績で帰ってくるのだ。他の選手ならまだわかるが、山本由伸でさえここまでボロボロになるのは理解ができなかった。変化量後の球種が3つ、ストレートマックス159、そして何より赤徳がない。この最強の能力であわや7点台とかおかしすぎる。ただ私が見てた最初の由伸海外データはアップデする前の1個古いデータだったので、一応最新版の能力で検証すべく行ったところ、問題が発生した。アメリカリーグへ移籍した。いや、アメリカへ行くんかい。なんちゃって。まあ、しっかりセーブしてあるんですけどね。試行していった感じ、シーズン終了試行中にポスティングするのかどうかの選択がされてると思われるので、その前日にセーブし、やり直す。まあ、そのうち来ると思う。It's Pikachu! ここで私はふと思ったことがあった。私はパワプロを前作合わせ3300時間以上プレイし、その中でもペナントモードを一番やってきた。何人もの選手がポスティング移籍を希望してきては送り出してきた。一度も止めたことはない。だが私は一度もペナントをリーグへ移籍したと見た覚えはなかった。念のため私以外の有識者の知識を知りたいと思い、 Twitter の DM でいろんな人に聞きましたが、見たことがないという回答をいただきました。攻略本にはある前提で書かれている。しかしペナントをリーグへ移籍したは誰も見たことはない。これを踏まえて私はペナントをリーグについて3つの仮説を立てた。1、ペナントをリーグへ行くにはさらに厳しい成績、能力条件があり、その条件を満たしていなかったため行けなかった。2、ペナントをリーグへ移籍しましたのテロップがないため、アメリカリーグへ移籍しましたを代用してた。3、そもそも設定上あるだけでデータとしてはない、オアデータはあるけど通常プレイでは出ない。以上を踏まえてさらに検証開始する。まずは仮説1の厳しい成績条件の検証から、山本由伸で検証してたため引き続きオリックスを検証チームとし、良い成績を残してもらうためにオリックス以外のチームをオール G 全赤徳持ちチームにした。一年回すと全ての打者が4割超え、投手陣は 0.0 点台という結果に。この無双した成績で迎えるポスティング、最初は吉田正尚がポスティング移籍。5割6分30本413打点を挙げるもアメリカリーグ。その後、胸が圧倒的な成績を残しポスティングするも、いずれも記載はアメリカ。防御率 0.00 の山本由伸でさえアメリカリーグであった。野手は5割6分、投手は 0.00 でもアメリカリーグであったため、厳しい成績条件はないと考える。次に厳しい能力条件、過去類を見ないレベルの山本由伸のこの能力でも能力条件に引っかからないのは考えにくいが、それでも条件に見合ってないと考えるとすると、やはりもっと能力が高い選手が必要。ということでオール S 全徳の月金徳の選手を用意し、相手をオール G で検証。結果、このことからも能力条件を満たしていないも、やはり考えにくい。ということで仮説1は違うと考える。続いて仮説2の検証。と言いたいが、正直調べようがない。ボツデータを調べる技術などないし、コナミで働いている知人なんていない。入社するしかない。
調べようがないという点では、仮説さんも同様なことが言えよう。ということはやはりペナントをリーグはないんだろうか。ただどうしても引っかかる。いくらファミ通の攻略本といえど、ペナントをリーグがあると堂々と書いてあるにもかかわらず、ない?なんてことはあるのだろうか?まあ、でもペナントがあるって証拠ないし結局お蔵入りか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。お前は無念ユーマー。それは仮説1の検証の際に起こった。ポスティングした吉田正尚、宗、由伸の3選手の海外成績も一応確認したかったので帰国か海外で引退するまでペナントを回し続けていた。結果正尚と由伸は海外で引退したが、問題は帰国してきた宗ユーマである。この2つの写真を見比べてほしい。上が移籍前でしたが帰国後である。帰国後の宗の能力の上昇分が上からミートプラス8パワープラス23走力プラス2肩プラス0守備プラス8補給プラス8である。思い出してほしい。ペナントに行った野手の上昇能力は全能力の中で上位3つをプラス8。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 そう。宗ユーマ。ペナントリーグに。行ってるのである。え、でも上昇する能力は全能力になるってことじゃん。それは違う。